方位。方位とは、ある地点における水平面内の方向を基準となる一定の方向との関係で表したもの。または、基準となるべきいくつかの方向につけた名称である。方角も、ほぼ同義である。方位の基準には、真の死後線が用いられ、この真の死後線と、物表と観測者とを結ぶ線との広角を、曲がくらいと呼ぶ。また、 この時観測点の位置を中央と呼ぶ。例えば観測者があるモノ表に正対した状態において、観測点とモノ表とを結ぶ直線から右へ22度30の角度で観測点から北方向への四五線が交差している時、そのモノ表は観測者から見て北北北西の位置に存在することになる。方位の測定には方位自身が用いられる。ただし、 方位自身の示す北は、真北ではなく自北であり、真北と地北との差を偏差あるいは変革と呼ぶ、磁石の針が差し示す南北を通る線を、磁気死後線等が、この磁気死後線と、物表と観測者等を結ぶ線との交角を、地震方位と呼ぶ。さらに船などで現実に使用されている、方位自身は、船内の鉄器などの設備や構造による、磁気作用を受けているために、 自極の方向、磁気死後線とも差がある。この差を磁差と呼ぶ。この実際に、方位自身、線内の羅針儀などが指し示している南北線と、物標と観測者とを結ぶ線との交角を、羅針方位と呼ぶ。これらの偏差や磁差などを加減することによって、羅針方位から魔法位を求め、また魔法位から羅針方位を求めることを、方位の改正、法と呼ぶ。 現代の地図では原則として、北を上とする。ただし、壁や床に対し固定された案内図などでは、設置された方角に一致させることが多い。なお、方位を補正するため、地形図には地震方位が数字で記されており、また、海図には、コンパス図、コンパスローズが描かれ曲がったくらいと、地震方位の差を容易に知ることができるようになっている。平面上では、 北を基準とした角度で表現し、値を読み上げる方式が多く用いられる。この方式では、北を0度イコール360度として時計回りに、東を90度、南を180度、西を270度とする、このように決められた水平面内での角度を方位角と呼ぶ。航空機や船などが振度を指定する場合や、軍用機や艦艇が、 敵のいる方向を指定する場合にも使われる250度の振動を取るならば方位2から5から0。天文学や測量で正確な方位が必要な時は東西南北を基準とし、その基準から時計回りの方向への差を角度で表す。北28度東、南15度西のように角度で表す方法である。 点角式は円周を32等分する方位の表現形式である。まず、基準となる、東西南北を四方点とし、四方位、それぞれの中間を四隅点、八方位、四方点と四,点と四隅点との中間を中間点、16方位、さらに32等分する点を微点として32方位を構成する。ただし、32方位は、 通常の日常生活で用いるには細かすぎるため、4型くらい、8方位、16方位が用いられることが多い。なお、日本の幕末期の艦船も公開には32方位を使用していたが、管理丸や海洋丸の公開日誌には、さらに細かく32点方の1点間を2等分、または4等分した、北ほの東1、2等や、北ほの東3、 四東のような変え方くらいの表示が見られる。東アジアでは、昔は十二市による以下の十二方向の方位が用いられていた。それぞれの方位間隔は三十度である。また、八景を用いた以下の八方向による方位が特に駅で用いられた。さらに、十二市、八景、実感を組み合わせた二十四方向の方位もあった。二十四山。方位間隔は十五度で、 風水などの吉祥判断に利用される。このうち、北、関湖、東、新雨、南、里、馬、西、直し、鳥を、四方、北東、牛虎、南東、辰美、南西、羊猿、北西、犬養しいという。また、牛虎は、牛と虎の間にあることから、牛虎とも言う。同様に、辰美は、 辰巳、羊猿は、羊猿、犬サは、犬ヌという、四方位、八方位、十二方位との関連、または四方に置き換えられるものは、以下のように整理される。四方に置き換えるもの,の時刻を用いた表現として、アナログ時計の時計回りに東を三時、九十度、南を六時、百八十度、西を九時、二百七十度、北を十二時、 360度のように表現し、この表現方法をクロックポジションという。クロックポジションは、視覚障害者へ説明する場合に用いられる場合があり、具体的には、視覚障害者を時計の文字盤の中央に置き、視覚障害者から見て、正面を指す場合は12時の方向とする。船舶、航空機などの移動する乗り物では、進行方向を12時として、 12等分で目標事物の方位を伝える具体例としては軍事行動やホエールウォッチングなどで用いられることがある。これに対して基地などの固定した事物からはキタを12時とする。野外において目標物が存在せずアナログ時計を所持している場合は太陽の向きと時計の単身、地震から方角を割り出すことができる。北半球の中2度地域の場合、 太陽の方向に単身を合わせ、単身と文字盤の12時の位置との二等分角が南を示す。南半球の中緯度地域では逆に北を示すが、北、南半球とも、高緯度地域や低緯度地域ではこの方法で正確に方角を割り出すのは困難である。漢字圏では本来は東、西、南、北の順。うち二つを組み合わせるときは、この順に合わせ、 東西、東南、西北、南北のように言う。西欧語では北、南、東、西の順。二つを組み合わせるときは、東西、南東、北西、北南のように言う。現代日本語では、この両系統が混用されている。立体、三次元空間においては、東、西、南、北、天根、地の六つ、または左、右、前、五。 上下の6つが基礎的な方位となり、六方と総称される。これら6つの方位のうち、東西、左右を幅、または横、南北、前後を奥行き、または縦、天地、上下を高さまたは深さという、6つの方位は互いに直角に交差し、それぞれの方向で面を構成する。なお、平面の場合と同様に、東西南北天地と左右前後上下の位置関係は、 相対的に異なる。六方を象徴するものとしては、正六面体、サイコロやムロが代表的であり、建造物は一般に六面体で作られる。家屋は、上面を二分して七面体、イコール五角柱で作られる例が多いが、上面,を面構成にして六面体で作られる例もある。立体における四隅は、四方面三次元で十二種類、東西南北、 東西天地、南北天地の組み合わせとなる。6つの基礎方位、90度22の隅、45度を加えると、計18種類となる。このうち、6方に、8方位における四隅を加えた10種類の方位は、10方と総称され、8角中、イコール10面体で形容される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。